どうもこんばんは、にちは <laughs> d 1でございます。えー、皆様、えー、お仕事と、えー、毎日本当にご苦労様でございます。えー、今回は第4回目となります、えー。4回目はこちらを紹介させていただきます。ジャん、えー、食顔でございます。ミニビッグヘッドフィギュアアニメヒーローズよりドラゴンボール Z、えー、その2。 最強の宇宙人フリーザ編でございます。触眼でございます。えー、ミニビッグヘッドフィギュアアニメヒーローズドラゴンボール Z その2最強の宇宙人フリーザ編でございます。触眼いかがでしょうか。こちらですね、一つにつきですね、こういった、えー、ミニブックが、えー、ついておりまして、えー、中開けてみるとですね、このようにいろんなフィギュアのですね、えーキャラクターの説明が スーパーサイヤ人の、えー、孫悟空でございます。えー、その隣、えー、ネイル、そして孫悟飯、えー、クリリンでございます。これね、あのー、孫悟飯のクリリンはですねもうですねサイヤ人のですね戦闘服を着ております。でベジータですね、えー、それからフリーザの、えー、第2形態ですね、変身第2弾でございます。そしてその隣がフリーザの第3形態で、 そして最終形態のですね、フリーザでございます。太陽圏の孫悟空でございます。ギニュー特選隊参ります。ギニュー隊長、そしてリクーム、バータ、ジース、そしてグルドでございます。その隣、この泣いてるカエルですけれども、ギニューガエルですね。悟空にチェンジでちょっと入り込まれまして、カエルになってしまったギニューでございます。ザーボンのですね、変身系でございます。続きまして、ドクターですね。それから、 フリーザの、えー、探索隊、探索隊ですで、それからトランクス、そして人造人間20号、なめくせの最長老、えー、それからデンテですね、デンテちゃん、えー、それからですねポルンがですね、なめくせの、えー、シェンロンでございます。 えー、そして神様が乗ってきた宇宙船でございますこちらはですね全24種プラス1シークレットと、えー、なっております今紹介させていただきましたのが、えー、24種ノーマルコンプでございましたがこちらがですね、えー、その、えー、一種のですねシークレットとなっております偽孫悟空でございますこちらスカウターをつけてですね、えー、アニメの中では実はこれニューなんですね シークレットとなっておりますすこちらでね未開封の袋に入っておりますが探してですね購入するのに大変大変な思いをしてですね購入しましたいかがでしょうか皆様いかがでしたでしょうか「ドラゴンボールアニメヒーローズ」「触眼でございました私はですね私の収集癖はガンダムだけではございませんので。 またですね、えー、私物でございますが、えー、勝手ながらいろんなものを紹介させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ今回もありがとうございました。また次回お願いいたします。失礼します。